エミネです。はい、ということでおはようございます。なんとですね、今日から各国に行ってきます。駅でちょっと恥ずかしくて大きい声が出せないんですけれども、念願の韓国に行ってきます。韓国にまで行けてた頃は毎月韓国に行ってて、すごくすごく張り切って準備をしていたんですけれども、大ポンコツしました。集合時間が10時半、私はもう向こうでゆっくり過ごそうと思ってちょっと早めに家を出てたんですね。10時に着く予定でした。現在到着予定時刻11時半。まあ1時発の飛行機なんで、まあちょっと待たせてる方には申し訳ないんですけれども、はい、電車が来たら急ごうと思います。ということで、せーので、ちょっともうここでは動画切ります。はい、ということで空港到着しました。お遅刻ありえないですよね、こういう仕事なのにね。ごめんさ、うせんだけどマジで。はい、ということで久々の姉妹で韓国でも行ってきます。はい、ということで無事出国審査が終わって、あとは乗るだけと。キリポネちゃん、なんか小学生みたいだね。ビックってなんかさ、くらわかってアーニャみたい。初ラウジに来ました。ご飯が食べ放題、美味しそう。これ2人でおにぎり持ってきたじゃん。美味しくない？うめえ、カレー美味しい。カレーじゃあ食べて飛行機に乗って韓国に向かいたいと思います。近くなー。一緒しててくさ。韓国に到着しました。やばい、久々のインチョン空港。前は月1来てたのに、めちゃめちゃ久しぶり。空港着いたら泣いちゃうかなと思ったんだけど、意外と平気でした。ということで、やっと韓国に着いたということで、韓国旅行楽しんでこようと思います。はい、ということで空港を出て、やっとコロナの検査も終わって車に乗っているんですけれども、やばくない？リムジンです。すごい、超綺麗なリムジンに一人で乗ってホテルに向かっております。ということで、リムジンでホテルに行ってこようと思います。やばくない？超漏れてない？なんかホテルに着きました。めちゃめちゃいいホテル。じゃあみんなにちょっとホテルのルームツアーをお見せしようと思います。じゃーん、なんかね、空間がいい匂いなの、めちゃめちゃ。はい、キリと泊まります。で、今日の私のお洋服をお見せします。岩田のミストレアスのワンピースです。なんか韓国に着ていきたかったんだよね、この色っぽいカラーのヌーディー色の、肌から見えるこの感じ、めっちゃ良くない？超漏れる、可愛いです。お風呂ねえ、めっちゃ綺麗。やばい、めっちゃ綺麗。韓国でこのお風呂はやばい。なんかお風呂とトイレが一緒になっちゃうとこばっかに泊まってきよって、なかなかこの別みたいなやつない。え、なんか超漏れね、ここやばいんだけど、あと写真撮ろう。で、お風呂がね、やばい。いい音楽が流れてちゃって、ずっといい匂いする。なんかどこもめちゃめちゃいい匂いする、やばい。どのルームフレグランス欲しい。なんか韓国人の友達にここ泊まるんだよねって言ったら、エミコそこめちゃめちゃいいとこやで、めちゃめちゃ言われました。とにかくなんかね、おしゃれですごい綺麗です。本当にありがとうございます、こんな素敵なとこ用意していただいて。ということで、メイク直しして髪がベタベタなので、この髪の毛を直して韓国の街に繰り出そうと思います。なんか今のところちゃんと韓国感出せてないよね。だからまあお楽しみにしてください。おはようございます。昨日の夜はもう疲れすぎて3時くらいやったんやけど、2人とも風呂入らずに顔だけ洗って寝ました。ということで2日目の朝なんですけれども、今日はキリと1日 Vlog 撮ろうぜみたいな日だよね。なんかやばい、いろんな大人一緒に来ちゃうのにさ、 Vlog 撮ろうぜでいろんな大人と一緒に回るってさ、やばいな。顔がむくみすぎちゃう。最近ちゃんと食事制限しよって、で久々昨日12時くらいになんかラーメン食べたのよ。顔がブルーになりました。君がラブコメ変わったんだ。あ、キス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 はい、ということで2日目、キリワールリクエストのカフェにやってきました。イエイ。ということで今日はキリと Vlog を撮っていきますので、お楽しみに。はーい。
すごいね。え、かわいい。ご飯を食べに来ました。なんかミシュラン持ってるレストランらしい。すごい。そばが来たよ。あんこう天ぷら。天ぷらって日本語なんだ。え、お寺式のビビンバ。マジでお前撮っとけばよかった。キリマルの韓国講座。だけどお店入ったらなんて言うんやっけ。あにゃはせよーって教えてもらって今お姉ちゃんに。注文はお待ちせよやばい。なんかキムさんがあの日本語で聞くとどういう感じなのかっていうのを教えてくれてるんですよ。カムサムリンだー。ありがとう。ということで、アメのホアンデにやってきました。なんかそんな変わってない。昨日の夜ちょっと来たから、でもそんなにお店開いてなかったんで、開いてないので、ちょっと今からホンデでお買い物ツアーをしようと思います。で、購入品はまた別の動画で撮ろうかなって思うので、まあお買い物風景をこれから映してね、できればいいんですけれども。雨ですね、今日は。ド雨ですね。で、多分今の本というかどういう感じなのかも多分みんな知りたいと思うので、街並みだったりも映しながらやっていきますね。イエーイ。もうなんかやばい、懐かしすぎ。なんか結構ね、店新しくなってる。まあ、2年半来てないから、そりゃそうか。この辺は意外と変わってないですね。確かに、確かに。このお洋服屋さんもあった、うん、やばい、こういうの超懐かしい。安い、590円だよ。18年前、これ食べたんです。おお、私も男と食べたことがある、ここで。全部写真、今回くんの韓国の流行りね。え、写真めっちゃ多い。セルフ写真館が本当に多い。で、今クロミちゃんが流行ってるんですね、韓国。クロミめっちゃ流行ってます。クロミが流行ってる。なんかあのツンツンの性格がいいんだって。うん、本当だ、クロミだ。かわいい。お姉さんとお兄と一緒に歩いているぜ。キムさんも3年ぶりの韓国です、ね、3年ぶりの韓国です。どうですか、3年ぶりの母国は。いや、でもホームでは意外とそんな変わってはないなって。あー、そっかそっかそっか。え、でもミョンドンとかが終わってるんですよね。ミョンドンも終わってます。何もないです。うわー、かわいい。お洋服もいっぱいある。安っ。安っ。1個買ったら1個もらえるらしい。ワンプラスはやってんだが。かわいい、めっちゃ。意外と広いですね。インテリアが綺麗。うん、綺麗綺麗。かわいい。あ、かわいい。なんか買おうかな。なんか買っちゃおうかな。出た。大きい鏡。韓国のさ、お洋服屋さんのさ、こういう大きい鏡って超盛れるよ。にゃーん。はい、ということで次はアクセサリー屋さんにやってきました。めっちゃかわいい。やばい、上から下まで全部。でもなんかちょっと前に流行ったよね、こういうの。あんまり新鮮味はそんなにないんですけれども。爆買い先生を極めております。10分くらいの間にめちゃめちゃ入れました。買ってきます。財布がないので。キリマルと交流しました。韓国に来たね。ねえ、なんか韓国来たって感じする。ここ来ると分かる。楽しいね。イエーイ。いっぱいお買い物します。ね、もうそこのとばかり金使います。コスメ買いたい。コスメ買いたい。どこ行こう行こう。やばい、お洋服かわいい。このなんかピンクのワッピーめっちゃかわいいと思ってちょっと買ってこようかな。はい、プリクラ撮ります。はい、ということで、はい、ホンデでした。楽しかった。なんか2人とも自由気まますぎてあんまり2人のシーンはないなかった。お互い急ぎすぎてさ、買い物と Vlog とでも、そうそうそう、もうバッタバタということで次のところに行きます。はい、はい、ということで初めてのサンジャンシジャンやってきました。ここでは食べ歩きをしてきます。ねえ、なんでさ、てめえって本当に。でも笑みもやばい。
何マスク越しに演技もやばいって言ってんの。シュッて歯ずるっ。おー、美味しそう。飲みたいと。はい、うん。イエーイ。え、やばい、なんか市場に来た感ある。イエーイ。イエーイ。食べ歩きします。海外来た感あるな。こういうとこ来ると。見て。すごい。やばくない？千と千尋の足みたいなのがある。うわ。歌舞伎にありつけたよ。いただきます。他にも食べるか。食べよう。食べたい。食べたい。住んでだよ。セントチヒロの。出来たてのトッポキ混ぜてる。あー、でも全然出てるか違う。やばい、もうデロデロ。デロデロピン。お酒を一杯飲ませていただいたので、顔がポッポポッポ赤くなっちゃった。あー、美味しそう。やばい。はいはい、美味しそう。食べやすそう。なんかちっちゃい。そう、ちっちゃい。いただきます。はい。うわ、辛子。辛子？あ、辛子？うまっ。辛子つけてんだ。うん、美味しそう。なんかエロくね。うん、うん、うまっ。日本のキンパとさ、韓国のキンパ味が違う。違う。もうさっぱりしてる。うん。トッポギに、こうやって。うまい。そう、キンパをめっちゃつけて食べます。うまそう。それめっちゃうめ。おいしい、おいしい、おいしい。コエクのイベントにジンくん来ました。 BTS のジンくん、マジですごい。いやー、私信じちゃった。急にだってさ、誰か来てるって言ったらさ、 BTS ジンでさ、ブワーってみんなやーって。やばいやばいやばい。やばい、こういう風景を久しぶりに見た。いやー、韓国のスーパーでーす。ラーメンもいっぱいある。ブルダックのコギちゃんぽん味とジャジャンミョンバージョン、日本で見たことないやつです。はい、ということでホテルに帰ってきました。もうやばい、顔が死んでいる。マジで疲れた。ずっとバタバタしよったな。うん、やばい。ずっと食べたかったやつゲット。イエー。ずっと食べもうどっちでもやるの。食べたかったやつイエー。価格が違うだけ。確かに。うちらバカなんよ。二人とも同じ韓国に来たのに、企画何にも変えずに同じ Vlog を撮ってるの。はい、ごめんなさい。っていうのエンディングで言ってます。オープニングで言えよ。見て、ちゃんとやるけん。ちゃんとやるけん。韓国のちゃんと食べ物だけ出てきてさ、何事って感じやん。みんなうちら今日夜ご飯あの買い物しすぎて食べてないんですよ、うん、で、まあ、昼ご飯とか食べ歩きとか結構したけど、まあ、お腹いっぱいやったけど今になってお腹空いたんですよ。なのであの今から夕食です。今何時？12時くらい。まあこれでも韓国の醍醐味じゃない？確かに。まあここでさらにチキンのデリバリーとか入ったらマジでなお良い。けどそんな元気はない。ない。はい。コーヒー牛乳。両方にあるのクソシュールなんだけど。いただきます。あ、マジうめ。うめやつ？韓国のコーヒー牛乳マジうめ。うん。おいしくない？今日美味しいよね。でも飲みにくいわ。これは飲みにくい。日本の瓶のありがたさよ。ジャパゲッティの辛いバージョン、ポッケッティ。うめえ。辛くないよ、そんなに。やばい。やっぱなんか久しぶりに韓国料理をね、いっぱい食べると、なんかもう本当嬉しいね。もう韓国の味大好き。ちょっと違う新大久保とかのああいう感じとね。うん。新大久保も美味しいけど、なんか甘みがある日本人に合わせた感じ。うん。うおー、これは昼。ハンガンシーザンで持ち帰ったトッポキとキーパー。え、待って、コカ・コーラゼロここに来て天才。乾杯。イエーイ。乾杯って韓国語なんて。コンベ。コンベ？コンベ。で、いけ。せーの。コンベ。
今日一日動きすぎてさ、朝何したかあんまもう覚えてない。覚えてないな。どこが一番楽しかった？仁さんに会えたこと。BTS に会えるのはレベチじゃない。これは今回の旅の一番の出来事だよね。でもさ、韓国にさ、こんなに毎月行くようになったのはさ、コロナの前はね、さ、バンタンがきっかけやけんさ、韓国語を勉強しようと思ったのも、なんかエモい気持ちになった。まあ、こんな方にお会いできるなんてね。うん。明日はうちら、5時半集合とかです。やばい。やばいけど、まあメイクとか、それですっぴんで帰るだけやけん、食べて、風呂入って寝ます。楽しかったね。またゆっくり来たいな。めちゃめちゃ買ったんだよね、これマジで買ったの。今本当にヤバいくらい買ったんよ。ちょっとこれヤバい、マジパッキングヤバいかもしれん。ということでパッキング頑張って寝ようと思います。3日目の朝でございます。もう今から早朝なんですけれども帰りますので。え、でも韓国来てなんかびっくりするから超肌が綺麗になったの。え、なんかヤバくない？すっぴんですよ、すっぴん。なんかヤバい。なんかニキビとか結構あったんやけど、ガサガサの部分とか何もなくなった。やっぱ私は韓国来たら生き返るんですね。それはもう2年前くらいからずっと気づいてたんだけど、まあ、やっぱ私は韓国が好きだなって思いました。夜めちゃめちゃコンビニ飯食べたけん顔がパンパン。東京帰ったらダイエット頑張ります。はい、ということで韓国3日間ゆるい Vlog 撮ったんですけれども、久々の韓国をみんな楽しんでちょっと感じていただけたらなと思います。みねはもう今から朝一の便で帰るので、ちょっと現実ということに慣れてるんですけれども、また明日から頑張ります。バイバーイ。